大見鉄道500系電車は、かつて、大見鉄道に在籍していた、通勤系電車である。塗装変更後の1504号将来の、通勤需要の増加を見込み、1969年から1983年に、かけて、自社工場で6編成12両が製造された。台車や主電動機をはじめとした、機器類は、廃車発生品を転用したため名義上は、 改造車両とされているが、車体は自社工場で心臓されており、事実上はほぼ新造車である。3. 扉ロングシートの車体で、前面には貫通路を有する。1983年製造の506編成は、装備の軽量化が図られ、大枠が軽量化されたほか、各、扉が無塗装のステンレスとなった。また、前面腰部に、 ステンレス無塗装の飾り帯が配され、山吹色一式の塗装で竣工した。その後、501編成も後に、同様のスタイルに改造されている。従来の塗装は、クリーム朱色のツートンカラーであったが、後に黄色に、銀色の帯の塗装に変更された。登場時の台車は、イコライザー式の DT-10 や TR-11A が用いられていたが、 後に FS40 に置き換えられた。また、ブレーキ装置も回収され、HRD 電気指令式ブレーキとなった。ステンレスの全面体がついている501号車、最盛期には6編成12両が在籍していたが、比例防車であることがわざいし、冷房車が装備されるに従って下記は予備車として運用につかないことも多くなった。その後、800系の装備が本格化したのを受け、 502階から504階が2000年から2003年にかけて廃車となった。廃車後は、全編成が彦根車庫に留置されていたが、2004年に解体されている。505階は2005年の廃車後、長年高宮駅の側線に留置されていたが、レール輸送の降臨運用に使用するための可社地11型に改造され、220型に牽引されて使用されている。 ほほえみえの遊具となった501号車501階と506階は運用離脱後も大見鉄道ミュージアムで展示されていたが2012年に501階のモハ501を除いて解体された。残ったモハ501は2013年より彦根駅東口にある大見鉄道が経営する保育園ほほえみえの遊び場として 内外装ともに改装され使用されていたが、2019年1月15日の夜から翌16日の未明にかけて220系の一部車両とともに奈良県内の解体場へと陸送された。このため500系としての現存車はなく、前述の貨車に改造された2両のみが現存している。ありがとうございます。